白玉です。誠です。では今日はですね、世界中の珍女神をお届けさせていただこうと思います。ここがですね、でもまあドン・キホーテとかにあるようなただのおもちゃメガネじゃなくて、ちゃんとしたメガネメーカーが作っている珍メガネを集めました。ガチなんですね。では1本目からいきましょうか。はい、これメガネの箱とは思えないですね。わかんないですね。何の箱ですかね、これ。バームクーヘンみたいな。いきます。はい、出ました。はいはい、いきましょう。これは、はい、どうかけるかというと、こうやるんですよ。はい、これベルギーさんですね。で、これは耳にかけないですね。こうじゃないですか。で、頭にかけるんです。あ、で、ちょっと顔振ってそんなに振るんですか。でも、ずれ落ちない。ヘッドバンしても落ちない。そんな売るんか。でもね、そうで、あとこれ分け目がね結構難しいんだけど、今はなんか結構普通だね。そうですね、普通にいけますね。あ、でもそれ結構いけるかも、はい、で後ろがちょっとギュッとこういう感じ。ここで要は押さえてるわけです。ですね。で、これはだから本当に珍しいタイプではあるんですけど、これオークリーでもう一本ちょっとよろしいですか。はい、はい、オークリーでもう一本あります。これオーバーザトップっていうのが。でもそれぐらいしかないってことは、やっぱりメガネとしては適してないってこと。、うん、こういう試みは大好きですね。で、これが今見てもらってわかります。これ調整超難しい。これ右目がもうパッチリこう、なんかこう、なんかこう子供が窓に使ってこうやって遊ぶみたいな形になってるんですかね、これ。目が。もうこれ、乱視軸とかもう全く関係ないです。乱視ってこうあるんですよ。ふらふらですね。だから。ま、ちょっと、あ、わかった、今。原因がわかりましたよ、今。これがこう、斜めになってましたね。頭の、これ、目、調整はもう、ここが超重要みたい。そうするとこうなるんで。だから、ここの重要を、まっすぐにしてやれば、あ、治った。治りましたというような。まずは1本目、こちらベルギーからのアイウィットネスですね。でした。はい、まあでもこれはいいですよ。こういうメガネもやっぱりかけないとね。うん、まあ、こういう試みが本当に大切。はい、じゃあ、2本目いきます。はい、いきましょう。はい、これも実は同じメーカーです。アイウィットネスですね。4つ目です。これこれはまあ耳は普通。そうですね、これは普通、耳は普通なんだけど、レンズが4つ。でもこれは実は訳があって、ここは近場用、上は遠く用とかですね、遠近って言って遠くと近くの度数が違う方用に作れるメガネになってるんですよ、はい、だからすごくいいメガネですね、はい。でもこれ手間がかかるのか、こういうメガネはあんまりない。もう一つ、あのベナーっていうところのメーカーで、これよりもっとでかいやつで、それは遠近じゃなくて、そっちに関してはですね、あのこれが一サイズ大きいんで、この場合ってこの目の中心にあってレンズが分かれてるんですけど、ベナーに関しては1個2個って1個2個ってなってて、あのもう一つの、今ちょっとね、僕が、そうだ、キリマンジャロ持ってってぶっ壊しちゃったんで、現地の人にあげてきちゃったんですけど、で、こう二つあるんですよ。ちょっと後で、ね、写真がね、多分出てると思うんで、見てほしいんですけど、それに関しては、これね、形をこう、逆にかけるとサングラス、逆にかけるとメガネみたいな感じになってるんですよ。これはね、このライン、仕様とは全く別なんですけど、四つ目っていうのは結構あります。結構あるっていうか、まあまあある。まあ世界を探せば何個かあるんですよ。でも本当に四つ目はいいよね。四つ目はいいよね。四つ目ぐらいかけてほしい、うん。でも僕はもっともっといろんなメーカーに四つ目を出してほしい、うん。確かにマルチフォビアです。そう。多眼です。多眼鏡。多眼鏡ね。怖いですよ。そう。じゃあ3本目いきましょう。はい、これも
でかいっすね。おっ、これショット。はい、これね、ちょっとこれやりました。キモ。キモ。これ刺さってて、あ、抜けた。あ、俺かけようかね、これね。はい。ちょっとね。はい、これはフランスです。もう、もう、これ。これやばいっしょ。だってこれさ、これ見てください。尖ってる。これ普通ね、目の周辺でこんなのあったら、なんか、これやばいっす、訴えかねられないよね。尖ってますね。ね、目に刺さって、怪我したとかで、本当は作ってはいけないメガネだね。あ、ダメです、ダメです。訴えられちゃう。基本的にこういう尖りは入れないんすよね。そういう、なんか、間違ってこう、目が、訴えられるみたいな。だけどこれもう相当尖ってる。詰めてます。プラモデルとかもそうです。もう子供とかの、もうやばいですね。子供とかの近くに置いてたらもう刺さる刺さる。こいつが、しかも、痛そう。痛いんだよね、かけても。ここら辺が刺さるんですよ。これがフランスのボーズっていうところのメガネですね。雲、雲に合ってるんですか？あ、そうそう。これ似合う？なんか似合う気がする。なんか俺は。いや、似合ってます。似合ってます。似合ってます。これ、もう、もろ、視界にこいつが入ってくるんですよね。やるちょっとちょっと、ちょっと、あれ、G に似てる、5期に。5期。ああ、確かに、キモ。この食感がもうなんか、そう、でもこれだって、この凄さは何か、これをかけただけで、こんなにも。こういう声入りますからね。こんなにも。こういう声。こう危ないですよ。危ないですよね。危ない。こうできます。そうそう。こんなやつがいたら多分、列車がね、で、ちょっと、離れたいよ。こう刺さっちゃいます。でもこれ、何がいいかって、メガネをかける前は普通でも、はい、まあかけるだけで、そんなに変身できるというこの姿勢が、もう僕らはたまらないですよ。これだってかけただけですからね。こんなに変わるんですよ。こんなに気違いっぽくなれる。はい。で、これ取れば、普通でしょ？普通です。で、これ、どうすでに怪我しとく。やればいいんですよ。もうかけるだけ、1秒、これがメガネの楽しさですね。うん、まあね、こういう感じで、いますね。で、次、行きましょうか。戻ってきましょう。あります。じゃ次は、タムちゃん、こっち行こうか。はい。これも、イギリスのヴィンテージで、これは、本にも載ってますね。ヴィンテージ本に、実際の本当のヴィンテージなんで、カクテルです、もちろん。わかりやすいんですけど。じゃあ、かけていただいていいですか、はい、これは、アングロアメリカンアイウェア。そう、ちゃんとしてます、ここ。うん、イングランドなのにアメリカン。そう、イングランドですね。アングロアメリカンって言ってもイギリスのことじゃなかったっけ。そうですね。うん、これも、なかなかな、気違い感を出すんですけど、で、これポイントとしては、どんなに鼻が高くても、ここに食い込み刺さる。そう、どんなに鼻が高くても食い込むというか、むしろここで支えるみたいな。痛い。そう、むしろ鼻は関係なく、ここで支える。鼻が。全くここかかってないっていう。ここ浮いてますからね。こうなってますね。で、レンズが多分このオレンジ系っていうのがまた気違いかもね。素晴らしい、美しい気違いか。美しいですね。ちょっとじゃあ僕もいいっすか、鼻かかんないのかな、どう、あ、いて、いて、やっぱ鼻にこうかけようとすると、むしろやっぱこっちだね、ここもうビシーってだから、やっぱ鼻にはもう浮いてるんで、ここで抑えるメガネなんだ、はい、で、多分かけて2時間、1時間もしたらここがもう赤くなる感じ。よく、はい、鼻が赤くなるから嫌だって言ってね、はい、そうならないメガネが欲しいって言われるんですけど、まあこれはもう鼻は赤くならないけど、ここは絶対、はい、そんなメガネです。でもこれも本当はヴィンテージ本に載ってるような本当リアルのものなんで、すごくいいメガネです。で、こちらですね、次が、こちら、これは僕がもう大好き、アイシーベルリン、ドイツのすごいいいメーカーなんですよ。これドイツのネジを使わないメーカーです、これアイシーベルリン。で、普通のメガネももちろん出してるんですけど、僕最近ゴールド大好きなんでね。これ何ですかというと、こんな感じなんですけどね。これ、もちろんレンズは入れられません。で、ピンホールってのこれ。うん、ピンホール。の、あれで、見やすくなるかと思いきや、全く見やすくなんない。うん。
ピンホールで、ちょっとちっちゃいとこから見ると、目を細めると結構みんな見えるってよく言うじゃないですか。だからピンホール効果で見やすくなるかと思いきや何にもならない。でも案外、邪魔じゃないんですよ、これかけてみると。あ、見えるんですか。もうすごい普通に見える。そっちからは見えてるかわかんないけど、はい、こっちからはもう完璧に見える。だから、サングラスじゃないんですけど、まあもうサンもめちゃめちゃ紫外線も来るんだけど何も隠せない、何も隠せないんだけど結構いい。ちょっとかけて、うん、結構ほら見た目も、あ、意外と見えますねこれね。あ、でも目線はあんまり見えないんだね。見えない。あ、見えます見えますこれね。これいいよね。これほんとかっこいい。これ黒と金とあるんですけど、黒はもう うち売れちゃって、金かっこいいですね。金のかっこいいんだね。なんかこれはもうどっちかというと自分のコレクションにしたいみたいですね。しかもすごい軽い。ヘドバンしても崩れない。結構よくヘドバンするもんね。ヘビーメタルの、うん、はい、アイドルのところ。おやもされます、うん。そうだよね。という感じでしたね。うん、あ、で、そうだ、最後最後。まあこれ番外でいきますよ。そうです。で、皆さんメガネをねしていて、サングラスとメガネの2本持ちがちょっともうダメだと。はい、いう方にこちらです。じゃんじゃかじゃーん。なんじゃこれと。なんでしょうかね。これメガネです。これはイギリスリンダ・ファローのメガネですね。あー、これもですね。まあ。こうやって開くわけですよ。開いた後にはメガネのメガネオンメガネで来られます。で結構下も見えるね、うん、なんていうかこうサンライズのアニメで熱血アイアンリーガーでしょ。それっぽいですね。なんかえ、そんなのあります。アニメがあります。それっぽいです。じゃあもうメガネオンメガネどうぞやってみましょう。あ、懐かしい。これアイアンリーガー。あ、そうだね。いい感じ。これはだからもう本当にメガネって度数入れる人は度数入れた要はあの入れないといけないからっていうので高くなるんですよ、はい、でもこれさえ持ってればもうやっぱちょっと日差し強くなってきたなっていう人が普通のメガネかけてた上で、あ、ちょっと、あ、ちょっと日差し強くなってきたっていう感じでこうかけられるという、ね、そうなんで、こうやってね今まあ本当ここにあるものはごくごくわずかです、うん、でも本当世界中でこういうね試みをあの続けてくれているっていうのはねすごい僕たちとしては嬉しいですね。嬉しいです、うん、皆さん続けてほしいし、で続けてくれるためには僕らがこういうのにね、はい、熱狂していく、はい、ね、そうそうそう、僕らがこうやって楽しむっていうのが必要だから、皆さんも実はこうやって面白いメガネいっぱいあるんで、もう毎回ねどこ行っても黒縁を買うとか、金のありきたりのメガネを買う、それももちろんいいでしょう。1本2本こういうのもいろいろと楽しんでいただければと、もっともっと世界が広がると思いますね。はい、普通にかけたいですね。だね。まあそういう形で、世界類を見ない新メガネでした。